に合った選手というのを、ね、獲得するというのはもちろん前提の中でありますから、まあ、その辺のコミュニケーションは問題ないとは思いますね。まあ、松尾主審の笛が鳴って前半の45分スタート。イニエスタが右にボールを振りました。藤谷がセンターバックの大崎に戻します。山口穂太が前線へ、ドーグラスには通らず、駒井が横パスを入れまして、小柏がパスを出しました。最初のチャンスは菅野、シュート、前から反応、右開いている藤谷、どこを使うか、ゴーケ、イニエスタへ、左酒井、中4人いる、ワンツーから酒井、折り返す、後ろから古橋、見事にイニエスタを起点に崩しました。ここサイドで酒井五徳選手のワンツーで抜け出して、ドーグラ選手が、ね、ニアに釣ったことでマイナスのところが空いてきましたよね。まあ、そこにいいタイミングで古橋選手が入ってきて、シュートもしっかりとこう落ち着いてサイドで、ゴールのマウスにしっかりと流し込みましたよね。完璧に崩しましたね。内穂太郎、古橋へ、古橋振動つくが入れて、ドーグラス、よく抑えます。今日は菅野はベンチスタート。これね、まあ、3人目の動きをもっと増やさないと相手への脅威にはならないという話を。イニエスタからのパス、古橋、振動がつく、よく残した、豪華、豪華のゴールで2対0。あのボールをイニエスタ選手が、まあ、ボールを前向いて持てたことで、その瞬間ですよね、古橋選手が走り出しましたし、まあ、そのサポートもしっかりと豪華選手取れてたえましたし、シュートもしっかりと落ち着いてコースを狙ったシュートでしたね。顔を上げた瞬間のこの古橋選手の走り出しっていうのがまずポイントでしたね。でこぼれ球もしっかりとこうサポート入った豪華選手が、まあ、ゴールマスにしっかりと蹴り込んだっていうのはね、ゴールでしたけども、攻撃に入った瞬間のこう全員の意思が共通理解のもとね、このゴールにもなされてましたね。浮き球のパスからドーグラスが追いつきます。キムミンテがつきます。中に豪華がいるが、自分で打った、反応した中野、こぼれ球をクリアしたのはイニエスタです。これで前半の45分が終わりました。解説は J リーグアジアアンバサダー元ガンバ大阪木場正夫さんです。後半の45分スタート、左エンド神戸、右エンドが北海道コンサドーレ札幌です。結構あの狛江の先ほど一回聞きましたけどね、はい、あれはドーグラス取った、ドーグラス裏を狙っている、ドーグラス右足、こうですね、一気にスピードアップから、はい、先ほどのシーンですが、最後までしっかりとボールを見てますし、はい、ファーです、2人いた、前川触った、いやーでも高かったですね、これは。そうですね、前選手との競り合いに勝って、ゴール回せっていうところでしたけどもね。さあ菅大輝中に入ってくる、後ろ荒野がいるが、その荒野へ、うん、縦パスから金子かわしてシュート、ニアポスト、深い切り返しから、まあ、ニアを狙ったねシュートでしたけども、うん、うん、高峰のボール、今度はイニエスタ、フリーですね、古橋さあ入った、古橋、今日2点目、これで3対0。これもイニエスタ選手です。札幌のディフェンスが全くこうリスクマネジメントできていない状況で、古橋選手もいいポジションを取ってましたよね。まあ、1対1になって、まあ、中野選手もしっかりと詰め切ったんですけども、古橋選手落ち着いてね、ゴールマシに流し込んだっていうようなねゴールでしたね。まあ、札幌の時間帯が続いてましたし、この裏のスペースは、まあ、空いてくるのはね、古橋選手狙ってましたよね。決定的な3点目ですね。抜けてきた藤本、これを取った、
小田が入れました。小田の J1 初ゴール、4対0になりました。アカデミー育ちの小田裕太郎、12試合目にして初めて。今まで結構ねチャンスあったんですけどね、惜しいバーを叩くような そうですね、はい、そういうものもあったんですが、ここは自慢のスピード、ここも一気に振り切って、立った瞬間、はい、まあ、ゴールキーパー長野選手も出てきてましたけど、そこもスピードで、ね、かわして、最後ついて、まあ、決め切ったようなシーンでしたね、はい。まあ、札幌が前に出てきたところは、ね、もちろんありましたし、まあ、裏のスペースというのは狙ってましたよね。ゆりかごパフォーマンスもありました。ドーグラス囲まれる、まだ持つ、まだ持って、初瀬が横に入れます。ここで笛が鳴りました。長い笛、4対0三浦篤弘新監督最高の船で今シーズン初の連勝、なかなか勝てなかったホームで連勝を決めました。